見てこれみんなこれ、ヤッピーズアドベンチャー2。おお、いいね、2だ。1はやったことない。いやでもあれよ、ターミネーターも2がおもろかったから、もしかしたら2が面白い。うん、これやってみよう。おお、繰り返す過ち。なんじゃここ。スニーク、しゃがみながら移動することで対象にバレずに近づくことができる。はい、ということ、対象って誰、歩いていこうぜ。なんだ対象って。ああの今立ってる人か、あれ。お、なんか変な、よくわかんない言語喋ってんだけど、なにこれ。ちょっとしゃがみながら行くか。すごいな、でもよくできてんだこれ。あれ、見知らぬ天井。見知らぬ天井だ。なんだこれ。ゲットアップ、起きる。え、いつの間にか寝てた。スマホは、え、今のは夢だったのか。あー、なるほどね、さっきのやつ夢だったんだ。なるほどなるほど。スマホ、スマホあった。あんたの言語を選択してください。日本語。はい。 うわ連絡来てる。作業しなきゃ。作業なんだ。インタラクト、このゲーム面白かったな、続編やりたいな。なるほどね、はいはいはい、それは多分ヤッピー1なのかな。外の自販機に向かう。あー、喉乾いたんかな。あ、ベンジャミンとしんのすけじゃん。お疲れ。おつおつ、ちょっと喉乾いたことね。なんか喉乾いたよな。自販機でも行こうぜ。うん、ちょっと自販機行こうぜ。自販機、まあ、喉乾いちまったわ。僕あれがいいな、あの振って飲むゼリーのやつ。プルルルルルル、え、携帯が鳴った。誰だ。はい、どちら様ですか。うん、誰だこんな時間に。ファンタ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 ン。ん、なんだ。トゥートゥー、あれ、電話が切れた。なんだったんだ。ん、うわうわうわ、絵文字かわいい。え、なんだ、僕たちは、うん、ここは何、閉じ込められた異世界。何、突然僕たちは異世界に閉じ込められてしまったのか。これは一体どうすればいいんだ。なるほど、この地位から脱出するにはあの魔法陣を起動するしかないな。文字が刻まれていたあの塔に関係してる気がする。ここか。じゃあここを直して僕たちはまた脱出しなきゃいけないと。はいはいはい、こっち行けだったよ。なんか変なのあるよこれ。なんだこれ、何があるんだ。ここはちゃんと越えていけ。うん、すごい、よくできてんだ、すげえな。すごいな、これは。あ、またメモがあるわ。うわ、なんか変な暗号ある。誰かのメモ、各方面にある5つの試練をクリアすれば魔法陣が起動できそうだ。はいはいはい、5個のミッションをクリアすればいいってことね。最初の試練はあそこの左に見えるやつだな。あれか、どうすんだこれ。あっちに来たけど、あのロープ使えるんじゃないか、あれ、このロープ。おお、来た。このロープ使えるね、あれ。下手くそか、これかな。試練ってのはこれだね。おーし、じゃあ最初の試練行こうか。試練行きますか。はい、なるほど。まあなんかこのゲームはすごい謎解きが大事らしい。火の試練、はいはいはい、ここに行くことが大事なのかな。ここに火を灯すってことか。左がついてるからってことだから、火を持ち帰ってくるってことなのかな多分。とりあえずこっち側行ってみよっか。宝箱あるよ。
木の棒を手に入れた。オッケー、木の棒。本当だ、木の棒だ。そうだな、火をじゃあここにつけて、ここにやればいいのか。あ、簡単だ。あ、ここでしんのすけ、どこ行ってんだお前。グリッチ使うな。ダメだろ、シンプルに楽しめよお前。まったくもう、あ、なんか色のついた火があるけど、これは関係なさそう。これなんだろう、これなんか灯すのかな、インタラクト。おお、はい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 、全部つけてみる。全部火つけた。あれ、全部火つかないな、順番が違うみたい。はいはい、順番があるっぽいな、何かの順番らしいけど規則性が分かんないね。多分それを、これができたらあっちに行けるってことか。あれが多分作動するんじゃない、どっかにね。多分ヒントあるんよな。何の順番だろうこれ。ん？おー、なるほど、えらいベンジャー。ってことは左から順番に赤、次青、青だからここか。で次に白でしょ、白は左上ついた。で次に緑、緑は真ん中の上、ここ、ここかな。おお、来た、ナイスベンジャミン、やるじゃん、いいね。そういうことか、これですごい進むってことか。いやー、よくできてるわ、めちゃめちゃできてる。ちょっとワクワクしてるもん僕。そんでなんか踏むやつがある、スイッチのようだが押せない。はいはい、押せない。木箱があるな、押すんじゃないか、押せないか。でここも火をつければ開くパターンの扉だな。あ、こっち側エレベーター乗れるわ、お前ら乗れるよ。ここベンチャー、しんのすけそこ立ってて、うん、貫通して。多分、え、ここで火つけていいのかな。あ、でそうするとあっち側が開くんだ。はいはいはい、開いてるよそこ。あ、スイッチある、こっち。あ、動いた、エレベーターが動いた。あ、さらに上まで行くってこと。いや、こっち側、左側に行けるようになったのか。そうで、こっち側に行ってこれ落とせばいいんじゃないかな、押す。あ、押すってあるな、これ引く。でここ押しました。あー、でこっちか、これを引けばいいのかな。よーし、ここで扉開いた。お、いいね、謎解きがシンプルかつちょっと考える系だね。これなんかあるよ。我々はこの世界で魔術を使える数少ない民族である。先祖から受け継がれているこのは、ね、なんだっけこれは、ね、は世界に平和をもたらすと信じている。はい、よくわからないですけどね。何か不思議な力を手に入れた。おお、待って、この不思議な力ってことは火の試練をクリアしたということなのかこれ。あ、なんか魔法陣みたいになるよこれ。お、帰ってこれた、やったー。あ、なるほどね。でここで燃やすんだ、次のステージ。なるほど、見てこれ、折れそうな牙、力を加えることで倒すことができる。なるほど、今の僕らじゃまだこの木を倒すことはできないと。倒すことできたね、うん、やるなお前ら。
やるな、うん、でもこのクモの巣のとこ行ってみよっか。誰か見よう。どうやらここは俺が探していた古のあの魔術師たちの遺跡のようだ、はい、なるほどね。そのままじゃあちょっと第二の試練。いやまあひーってきたらまあ次は水だよな。わかるぞ。あ、あったあったあった、ここだ。さあ次、次の試験に、試験、試練じゃない、試練に向かうか。磁力の試練。磁力、水じゃないんだ。衝撃を与えると起動するスイッチ。衝撃、衝撃を与えることできないな。 C4 を手に入れた。なるほどな。これを起爆すると何かが作動した。今、ああ、そういうことね。はいはいはい。じゃあここに C4 つけてみんなでここ行こう。で3、はい、ドン。なるほどね。衝撃を与えてどんどん進むって感じか。鍵やんな。鍵がないとダメって感じか。こっち側行ってみる。なんか、なんかあるけど、めちゃめちゃ。これなんだ？スイッチ。いや、なんか法則がありそうだな、これ。ここに火はつけられないよな。あ、なんかボタンがある、これ。押してよ。何も起きない。何かの法則があるのかもしれない。扉が開いた。なんで？なんで？何した、アシンノスケ。もう適当にやりやがったな、お前。で、これはなんだ。四方つけてみるか。痛え！ダメージ食らう！なるほど。ここを出すとこうなると。あー、で、こうなるのか。こっち側起動すると、あっちとこっちが移動すると。そうなんだよね。あれ、この前のこれが邪魔でいけないんよね。いや、なんか壊せる壁ないか、そこ。壊したわ、なんか。なんて書いてあるとかわかんない。なんだろう。あ、あそこに足場あるわ。あれが起動したんだ。はい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 。そういうことか。ここでこっち側を起動する。あ、じゃあ逆か。こっち側を起動してあっち側に飛び移ると、そういうことだ。あぶねえ。でこっち側行けるんだ。はい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 、なるほど、面白い。そういうことね。剣が張り付いてる。剣が1個。磁力か、これ。剣が下に張り付いてる。1。上に張り付いてる。下に張り付いてる。色があるな。いや、なんか、増えてないか。あ、これ乗ると増えるんだ。これ乗ると増えるわ、ここに。何かの意味があるんだろうな。っていうことは、このマップにある。え、ベンジャミンが変なとこ行ってる。どこ行ったんだお前。何そこ、何ここ。ダクトやん。はい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 。こっちの部屋に繋がるわけね。スイッチ押したけど。誰か行ってみて、ベンジャミン。
なるほど、チェックつけられるって感じね。分かったよベンジャミン、これは上を見ろ、そこで待ってな。まずはこういうのは上を見るんだよ。こう行ってこうよ、でこっちよ、で次にこっち、こう行ってこう行ったら、おい、なんで押したなんで押した、で開く、いいね、小さな鍵、あーはいはい、鍵あったわ、開けてみよっか。あーはいはい、ここで松明のあれか、でここには剣の数があるな、12345、5本入ってる、こっち山盛りだな、なるほどなるほど、で上にはなんかレーザービームみたいなやつがあって、連打すると、ちょっと連打してみよっか、連打してみて、なんだ、何が起きてんだこれ、あーなるほど、つくってわけか、何本ついてたこれ、はい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 、まあ、ついてる数ってことかな。で一番大事なのは、まあ僕大人なんでパッパッと分かっちゃうんですけども、このマーク矢印があります、ってことはそこの矢印ってことがあるから、まあ、マップをこう見るべきなんよね、要は。だから緑が緑3、赤0、白0、青1かな、もう一回押してみて、そうだね、うん、で青が1、緑が3で、あと0で、多分合ってるはず、違うわ、そういうことか、これ上に上がってる数なんだ、白は、はい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 、なるほどなるほど、考える必要性があるわ。だから青は上に一歩上がった、青は合ってる、で白も上には0本だったから白は0で合ってる、ってことはあとは赤の下の数と緑の数を合わせればいいんだ。じゃあまた考えないといけないのかこれ。緑が下の数だから12345678910234567891、緑が9で赤が、赤もう一回見せてもらっていい？9で赤が12345、 OK、 緑9、赤5、赤5、こっちが7か、87、これで開くんか、あー、いた、 OK、 ナイス、いいね、次誰かのメモ、この魔術を軍事的に利用すると帝国から逃げてこの地で密かに研究を続けていた。なるほど、そんなに強大な力なのか。磁力の力を入手、いいぞ、うわっ、よし、次の試練行こうじゃねえか、今2つクリアしとるからな。水の試練きたー、水いいねー、もう完全にゼルダの伝説、当時の日が消えてしまった、え、あ、火が使えなくなっちゃった、マジか、水に入るとダメなんだ、とりあえずこっち
ってみるか。そっちは何もなさそうやね。こっち行こうか。水の試練。なるほど、石像があるけど何なんだろうか。壺あるよ。なんかミニシールドポーションが必要。水を汲めってことなのかな。ミニポがどっかに落ちてるはずだよな。あ、あそこ行けんじゃん。ここじゃない？インタラクト。お、ここでトーチ。水で消されたんだけど。なんだこれ、どういうことだ。とりあえずあっちまで。あ、やべえ、トーチ消しちゃった。この火を持って、あ、そっちに火つけて。うん、でそっちにも、でこっちも火つけるってことなのかな。おお、来た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 。なるほど、ここに C4 つけると。なんか出てきた。おお、水位上昇、水位が上昇したて。大丈夫かこれ。あ、ここの上行けるようになったんじゃない。あ、そこ行けるわ。ここ行けるね。うわ、結構高くなったな。この上上がっちゃうか。なるほど、こうやって水の高さを変えてくっていう感じなんだ。あっちにも入り口一応あるんだよな。まあ一応こっち見てみるか。何かある？いや、なんもないな。え？何の音？おお！水の中入れる！いいわ！おお、破壊できた！あ、水が引いてった！なるほど、この岩を壊すことにより水が引くんか。流れてったってことか。あ、でこっち側行けるようになったんだ。なるほどね。でここが多分一番最初、あっちから、あっちの出入り口かな。あそこが多分下の方に行けるようになったって感じかな。はい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 。でここになんか宝箱あるけど、遠くのものを引き寄せられそうだ。おお、ここでハープンが。なるほど、上のやつとかをできると。あ、でここの水が消えたんだ。だがこれはどういうことなんだ。あ、なんかあるわ、あそこに。あ、ミニポあんじゃん。取れんじゃないこれ、もんちゃん。お、取れた。なるほど、ここでハープンガンが生きるわけっすね。水を注ぐ。水を注ぐことによりどうなっちゃうの。あ、なんかあったわ。あれ、スイッチ押して。水位が上昇してきた。嘘、水上がってる。あ、上がってる上がってる。来たわ。お前ら早く来ないと死ぬんじゃない、それ。早く来い早く来い、急げ、早く来い。お前ら、お前らそれ死ぬって。おい！あいつら死んだわ、さすがに死んだ。あー、なるほど、でここに行くわけか。でこれはなんだ。
これもなんかチェック系だな。スイッチ、男の像と女の像がある、まあ、何かしらのヒントがあったらいけるのかな。で、この部屋はなんだ。お、いけるじゃん。なるほど、さっきの石像とかのヒントはここにありそうだな。覚えるってことか。じゃあここが女性？なるほど、はい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 。左と真ん中と右と下な。オッケーオッケー。で、男性の方も見てみよう。男性ゾーンもあるはずが、ここなんだ、これ左とこことここか。 OK、 思い出した、思い出したか、覚えた。で、女の人のやつが足の助けもやってくれた。こことこことこことここだった気がする。お、来たー、ナイスー。そういうことね。さっきの溝の中で、まあ、答えが書いてあったと。よっしゃー、水の試練もクリアー。この地にも奴らの手が迫っている。我々は魔術を守り抜くため異次元転送魔法を作り異世界への逃亡を図った。なるほど、異世界への逃亡ってことは僕たちの世界に来たってことなのかな、魔術師たちが。で、なぜか知んないけど僕たちはさらわれてしまったと。あそこにこのロープ貼れないかな。お、いいね、こうやって貼るんだ。よし、行こう。さあ、第4ステージ、電気の試練。次電気か。なんかあるよ。電源が入らないみたいだ。ただここに落ちたら今いけるんじゃね、これ。ダメだ、いっちゃダメだ、これ。ここも水位みたいなもんなのかな。とりあえずこっち側行ってみよっか。あー、はい、回路的なね。ベンジャミン、そういう回路得意じゃなかったっけ。ベンジャミン理系だもんね。ベンジャミン理系だもんな。俺やってみる。扉が開いた、なぜなぜなぜ。さすが理系だ、理系男子やるぜ。これで遠くのものを打ち抜けそうだ。おお、弓、いいですね。この弓で遠くのものを撃つぞ。そっち側は一応いけんのか。ここもなんかパズルっぽいな。遠くのものを撃ち抜く。ん？あ、ほんとだ、あんじゃん。いいね。パフォーマンスモードだと光が見えません。なんだ、ほんとだ、タイルが光ってる。なるほど。黄色、緑、赤、青。こうか、多分これな気がする。あそこを正面として、ここから見た時確かあそこにも紋章あるよね。あそこの紋章があるから多分これでいける気がする。順番が違う、あ、順番が必要。あ、黄
黄色からまずつけてあげるのか。黄色からつけてあげて、次に赤真ん中、青ここ、緑ここ、こうか。きたー。これが電源ってことな。ヒューズを取る。で、あそこの電源に入れてあげるってことか。ここだ。電源が入らないみたいな。これヒューズは扉が開いた。あ、いけたのかな。あ、いけたいけたいけた。はい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 。で、こっち側で新しい試練が待っていると。落としたいときは手動リスか下に落下してください。宝石、う、重すぎる。うわ、ジャンプ力が、なんだこれ、重すぎてジャンプ力がね。これをあっちまで運ぶとか、そういう感じなのかな。あれ C4 で破壊できそうじゃない。あー、C4 で破壊できた。で、ここにもクモの巣があるから、ここで火が必要よね。ここはさすがに登れないか。あー、なるほどね。こっちに登るんだ。で、ここでトーチ、あ、いいね。で、あそこのクモの巣を燃やしたいから、ここで一旦クモの巣を燃やそうか。このお小さい穴、お、電源あんじゃん。オン。おお、今光ってる。これ回路だ。お、扉開いた。なるほど、ここで行けるようになったってわけか。足場が動き始めた。足場これか。でも、ただこの足場で行くと多分あのビームに当たるんよね。当たってみて、しんのすけ。多分そこに当たっちゃうよな。いや、そうなるよな。ってことは、この黄色いビームをなんとかして壊してあげたいよね。これを壊したいよな。そうすると一旦こっち側も見てみるか。スイッチオン。何も起こらない。多分ここに宝石を持ってくるって感じか、さっきの。で、こっち側渡るか。うわー、ちょっとめんどくさそう。これめんどくさそう。何が起きた今。これはちょっとしんどそうだな。ここに、あー、電気の流れか。はい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 。うちの理系男子、理系男子頑張れ。理系男子頑張れ。法則性が分かんないんだよな。どういうこと？あー、なるほど。分かった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 。おお、できた。分かった瞬間にクリアしちゃうやつね。小さな鍵、いいね。小さな鍵を使う。うわ、またなんか嫌な感じやな俺。あー、ダメなんだ、入っちゃダメなんだ。何かのあれがあるかな。どうなんだろう。安全な場所があるとか。いや、でもなんか回路みたいのがあるな。
電気が流れてる。これじゃないか。これだよな。あ、違うわ。これとあれが繋がってるからってことか。いけるわ。なるほど。電気の通ってない場所に行くってことなのかな。おお、なんか何かしらの法則があるぞ、これ。なんだ？何の法則があるんだ、これ。わからねえ。わからねえけど、なんかの法則がある。あ、そこか。イエーイ。こっち。あんまりいまいちよくわからなかったけど。よし、じゃあ宝石持っていこう。だから宝石持ってきて。やばあいつ。早く持ってこい。僕が持ってくるわ。よし、オッケー、持ってきたぞ。で、電源をスイッチオン。いいねー。よっしゃー、扉開いた。異次元転送魔法は我々の望む場所に導いてくれるだろう。我々がこの世界にいた証を積す。へい。石灰、石、石灰、あれ石灰だよな、これ。なんだっけ、これ。石碑だ。石碑に刻み、この地に残す。何か強い力を感じた。最後の試練に向かおう。うわ、怖い。魔王来るんじゃねえか、これ。これか。いや、怖いな。よし、行ってみよう。風の試練。風か。怖いな、落ちたらたまったもんじゃねえな。おしのすけ、落ちるなよ。落ちるなよ、しのすけ。落ち、絶対落ちるなよ、お前。落ちるなよ、落ちるなよ。絶対落ちるなよ、ベンジャミン。ベンジ、絶対落ちるなよ。落ちるなよ。あああ下の水が溜まってて助かった。だからこれ落ちるのが正しいんだ。で、どうすんだ。あ、ここだ。くす、アイテムが全部、くそ、アイテム全部消えちゃった。マジかよ。今まで取ってきたやつ全部消えたよ。なるほど。なんかガスみたいなの噴射して無理なんだ。このなんか地下みたいな感じなんかな。あー、はい、プロペラ、歯車が必要ですよ的な。木の棒を手に入れた。いいね、これで松明が作れそう。こっち道あんね。いや、なんかどこもかしこもなんかガスでいけないね。風の試練だから、このガスを風で吹き飛ばす的な、そういう感じなのかな。どうなんだろう。回す。あ、これでガソリンが、ガソリンじゃねえや、ガスが消えるんだ。使えない。ああ、はいはいはい、それだね。お、なるほど。風でこの風車を動かしてあげるって感じだったのか。
さあ、じゃあ奥進もうか。さあ、またなんか頭使いそうな感じの場所に来たけど、風は乗ってない。うわ、なんか実験してるってこと？なんかボコボコしてるよ。これはなんだ？下からガス出てきそう。気をつけて。いや待って、なんか怖いぞこれ。大丈夫？あー、なんか出てきた。紫のやつと緑、何かが違うみたいだ。数があるのかな。さっき見たんだよな、そこにあったの。ここにあるよな、緑。緑123、緑3だな。あ、でそこにもあるか。緑3の123、全部3個ずつか。12、あと1回。んー、違うんだ。ヒントになりそうなものがどっかに転がってそうなんだけども、ここの謎しかなさそうだな。何？何した？適当？何したの？これか？こっち1231。そういうことな。はいはいはい、緑は4だったんだ。頭いいじゃん。これで霧に乗って飛べそうだ。おお、グライダー、グライダーゲットしたぞ。じゃあここ乗れるってことじゃね、これ。ほい、こっち行けるよ。でこれはなんか触れないな、これ。半分、半かけら。半分半かけや。なるほど、半分ずつあるね。なんか高いのかな。失ったら再起すれば復活します。これでスイッチに、あーなるほど、これでスイッチに衝撃を与えると。でそこのあれでしょ、これ一回両サイドの形も変わっているようだ。あっちか。左の方が1個消えたな。これは半分ずつになった。わからんなんだこれ。あれ、これできたんじゃない、これ。あ、できたー、できたー、できたー、なげー、めっちゃむずいよー。知恵熱出るわ、もう。もういくぞー。よーし、で次は何やれ。蜘蛛の巣みたいになるけど、岩。
なんかガスがあるな。回す回すが、あの岩が邪魔で動かないと。なんか壊れそうなやつあるけど。いや待って、このガスを、あんじゃん、ここに。あ、ガス出た、ガス出た。可燃性のガスが漏れてる。そこか。なるほどね。これでガスを破壊し、熱っ、いった。いって、ガスいって、ガスいって、ガスいって、熱い熱い熱い。あー、そういうことか。もう帰っていいのか。おお、ガスまみれ。オッケー、あ、燃やした。え、すごい煙が上がってる。降りても大丈夫かな。あ、そういうことか。風が出てくんのか。やだ、もう二度と見たくない、この宝石。マジでマジで見たくないよ。もうあ、こっち行けるわ。こっちこっち来た道だわ。お、なんかあんじゃん。5つの青いデルタが現れた。うん、なんか出てるけど、これ全部取れってこと？これをキャッチして、キャッチして、キャッチして、あと1個どっかにない？ OK、 扉開いた。 OK、よし、終わったー。我々がこの地を去っても魔術は常に正しい方へと導くだろう。金の文字は意味がわからない。なるほど。よっしゃー、試練全部クリアしたんじゃないこれ。よし、これで脱出できる。遺跡の奥の魔法陣に向かおう。よっしゃー、終わった。いて、いやー楽しかったわー、うん、楽しかった。いやーでも頭使ったわー。もう爆発しそう。謎の声、資格のあるものよ、己の感情をここに示せ。何？感情だと？頭痛い。うわー、ここはどこ？なんだここ。エピソード3、次元の狭間で。まだ続いてるー。うわー、まだ終わってない。何もない空間なのかあれは。うん、確かに何もない。とりあえず矢印の方向に進むか。なんかベンジャミン、なんかついてねえ。何それ。あ、なんかある。何これ。本。長らくここをさまよっているが出口が見つからない。脱出は失敗した。あの時魔法陣に一つの文字だけ黒い稲妻が走っていた。魔法陣に現れた文字の数は全部で6つだった。もしかするともう一つ試練があったのかもしれない。伝説の魔術師たちがこんな地で密かに研究を続けていたなんて。彼らを追って25年、やっと彼らの足取りを知ることができた。伝説の魔術師たちはこの地に実在してたんだ。なるほどね。俺はこの学者の失敗のせいであの地に引きずり込まれた。あの魔法陣は失敗すると異世界から人を引きずり込む恐ろしい魔術だ。
誰かこの負のループを断ち切ってくれないか。あれ？エンドワン、負の連鎖は止められない。続きあんのこれ。ぜひもう一つのエンド、分岐点あったの？あ、エンド2があるわ。これだ。負の連鎖を止めるに立ち上がりますか？はい。おお、戻ってきた。まだ僕たちの戦いは終わってなかったみたいだ。くそー、胸圧じゃねえや、マジで胸圧展開じゃねえかこれ。もう一個の試練があるんだ。それをクリアしてダメなんだ。最初に言ったあの塔をもう一度よく見てみよう。くそー、負の連鎖止めないと。最初の塔って多分これだよな。やはりもう一つ試練がありそうだ。もう一つの試練を見つけよう。ん？手がなんか、おい、なんか手がめっちゃ光っとる。グラップルを手に入れた。おい、来た。あ、この上か。あ、あったわ。ほんとだ。すげえ、隠してあったんだけど。光の試練が始まった。なるほどね、最後の試練か、これが光の試練が。骨が折れるぜ。ここはなんだ。すごい、もうあっちに進め、すごいな。レーザービーム。え、でも下はいけるな。トーチが消えちゃった。なんだこれ、照明ライトみたいなのが。なるほど。でもあっち側の左の方に行かなきゃ多分何も始まらない。あー、上なんかある。こう、なんだ今の。ピカッ、ピカッて言って死んだんだけど。なるほどな、ギリギリのラインでいけばいいのか。はい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 、めっちゃ矢印邪魔だよなこれ。おい、なんかもうイカゲーム始まったって。しんのすけー。なるほど、正しいところに進めと。ベンジャミン、どこだと思う？一個間違えると全員死ぬのかこれ。お、すごい、なんかしんのすけ一人で行ってる。なんで？いや、うん？左行ってみて。まあ、左じゃなくて斜め左。おー、いけた。なんでかはわからないけど、いけた。どっかに置きそうだよな。いや、ここには宝石使えない。あそこに使うのか、真ん中の。オッケー、来た。
え、これをやると、おお、あっちが光り出した。水が上昇した。なるほど、水が上昇すると。ってことはこの下に行けるようになったってことか、ここが。オッケー。さあ次の試練が待っている。僕たちは、僕たちにはまたよくわかんないカラフルなやつが出てきたって。なんだろうこれ。こっちにヒントありそう。あー、これだな、絶対これだな。入射角、反射角。はい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 、違う。まずね、こういう時はね、大体がこれから始めるんよ。こう入って、ここから反射でこうなって、こう行って、ここからこうなって、こう行って、これを変えて、これ変えちゃうとダメで、ってなるとね、こう、じゃあこう行って、あ、こっちでもありなのか。ダメだな、ここはここ限定で。おお、なんか行けちゃった、なんか行っちゃった、天才。おお、何これ、ガラスを貫通して攻撃が当てられそうだ。うえー、レールガン突然の化学兵器、化学二番剤。だからその鏡にダメージを与えられるってことは、これ取れないのか。お、扉が開いた。ここ開くようになったよ。お、水引いた。お、ナイス。あ、方向転換できるんだ。で、なんだこれは。うん、だから多分最終的に紫、なんだあれ、白っぽいやつ、白黄色にやってあげればいいっていう多分感じなんだと思うんだよ。まず白を作る。え、白このバリエーションで無理じゃない？2色で白、え、無理だよな。今白になった、今白になった、そういうことな。はい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 、今白になったわ。撃つと白になる。 OK、 そういうこと。で、ヒントがここにある。黄色、青、緑、青、白。オッなんか順番があったな。黄色、白、緑、黄色、白、緑、青、白。これでさっきのやつで何かが違うようだ。嘘、はぁ、開けやがったんだけど。しんのすけ見てないところで開けやがって、てめぇ。てめぇ、よっしゃ、ボス行くぞー。多分ボス、わからん。何が待っているのか。地上に戻りますか。はい。よし、今度こそ遺跡の奥の魔法陣へ向かおう。よし、これでやっとこさ、真のハッピーエンディングを迎えるぞ。
よし、魔法陣を起動する。すべての試練を乗り越えし者よ、己の感情をここに示せ。はい、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 うわー、ハグー、うわー、うわー、ここは、なんだここは、虚無の世界、扉が、エンド2、導かれた実験体、え、実験体、新しく来たやつが目を覚ましたぞ。うおお、疲れた、次回に期待。うおお、仮想現実だったのかもしれない。何だったんだ。